子は。じゃあね。バイ。みんなを助けなきゃ。しまった。目が。やめろ。18号。吐き出した。ここは神様の神殿だよ。大丈夫だ。完全体になったセルはご飯が倒した。ご飯が？そうだ、とんでもねえ強さだぞ。お前が暴れたって全然無駄だ。クリリンに礼を言うんだな。セルから吐き出されたお前を懸命にかばった。いや、ただなんとなく放っておくわけには。あ、そうか、わかった。クリリンさん18号好きなんだ。はっきり言うな。ふざけるんじゃないよ。手でも握ってほしいのか、チビのおっさん。あの野郎、助けてもらってなんだあの態度は。ぶっ飛ばされるぞ。お前には無理だ。そんなことより早くドラゴンボールでトランクスや殺された人間たちを生き返らせるのが先決だ。そうだな。なぜ急に暗く。なんだ、あれは。セルに殺された人たちを生き返らせてあげてください。たやすいことだ。ここはやった。どうした？早く二つ目の願いを言え。それとも願いがないのか？そうだった。しかしどうする？何を叶えてもらうんだ？シェンロン、人造人間の17号と18号を元の人間に戻してやってくれないか。それはできない。二人の人造人間は私の力を大きく超えている。やっぱりダメか。なんで17号まで。あいつは死んだんじゃねえのか。いや、一つ目の願いで17号も生き返っていて不思議ではない。じゃあせめて二人の体の中にある爆破装置を取り除いてやってくれないか。それならば可能だ。よし、二人の爆破装置は取り除いたぞ。ではさらばだ。
クリリンさん、どうして今のような願いを。だってよ、かわいそうじゃねえか。体の中に爆弾があるなんてさ。なぜ17号の爆弾まで取ってやったんだ。18号にはやっぱ17号がさ、お似合いだろ。恋愛というやつらしいな。わからない。バーカ。え、17号と私は双子の兄弟だ。だからってその気になるなよ。爆弾のことだって感謝なんかしてないからな、タコ。またな。おい、またな、なんつったってことは少しは希望が出てきたんじゃないか。さっぱりわからない。うん、嬉しいのも半分くらいかな。やっぱ悟空がいないと寂しいや。